はい、こんにちは、てるさん。はい、こんにちは。今回はですね、また1年ぶりぐらいに、サメツアーをしに行ってきました。なるほど、はい、1年前は、はい、一緒に行きましたっけ。別に行ったかもしれないです、ね、そうですね、俺、まさみさんと言って、まさみさんが食べられかけてたっていう記憶があるので。あ、そうですよね、はい、バズった YouTube のやつですね。そうです、そうです、はい。この日めちゃくちゃ流れてまして、はいはい、どのぐらい。私は初めて体験した流れでしたね。おお、川。もうその手でロープを掴んでることもままならない。ままならないです。なるほど、はい。で、下はこの下はそうなんですよ、平和そうですよね。下まで行くと全然平和です。その代わりめちゃめちゃ冷たかったです。あ、どのぐらい。17度とか。なるほど、はい、結構寒かったです。でもあんまり良くないです。まあそうですね。でも透明度とかは、あ、いいですね。なんかちょっとこの GoPro だとあんまり綺麗そうに見えないんですけど、わ、うん、かります。最近僕 GoPro をちょっと話ずれちゃうんですけど、はいはいはい、7から GoPro7 みたいなのから10に変えたんですよ、はい、7の方がね、青が綺麗な、青いんですよね。あ、まあ、チューンとか、これ何ですか。これ9です。あ、の方が、まあ、リアルじゃリアルなのかもしれないんですけど、ちょっと緑っぽく出ますよね。あ、そうなんですよ、はい、あのフィルター変えてみたら、なんかでもたまに青くなったりもするんですよ、一瞬。なんだろうって思いながら、まあでも、ちょっと要研究。そうですね、はい、でも20メートルぐらいは見えてて、はいはい、サメもたんまりいらっしゃいました、うん、まあそれいつもいるんでしょうね。まあそうですね、ご飯ありますからね、はいはいはい、こんな感じで綺麗になったんですよ、うん、はい、で、うん、これは何ですか、置物ですか。これ人ですね。人ですか。たまに息してます、はい、金子さんです、うん、すげえ動きないですね。動きますよ、動いた、はい、ちょっと移動するんですよ、場所。はい、サメもすごかったんですけど、メジナの群れと、はい、あと白子鯛、はい、もうなんかこんなにいっぱいいたっけっていう。そうですね、なんかすごい多かったですよ。魚にも結構感動しました。なるほど、こんなたくさんいるんだと思って、はいはいはい、で確かにね、はいはい、今ちょっと須田さんのカメラをめちゃめちゃ食べるエイがいたんですよ。おこれまた来るんですけど、なんかリングライトの上の電池パックのところがどうやら気になるらしく、あ、でこれ撮ってるんですね、その様子を。その様子をまた食べに来るんですよ、はい、なんかお魚かなんかに見えるんですかね。へー、可愛かったです。なるほど、もしくは須田さんに行ってる可能性もなくはないですね。食べにですか、うん、まず、うん、そうですね、ま、須田さんはでもそんな天然キャラじゃないんで。そうですね、どっちかっていうとこちらの。こちらですか、遠藤さんは。遠藤さん、今そうですね、はい、映った方ですね。俺、遠藤さんとかももしかしたら食べられちゃうんじゃないかなと思ってました。あり得るんじゃないかなと、そういうハプニングが。遠藤さんも食べられちゃう。あ、おい、こんなサービス。あ、早いな。これ1個だけだったんですよ。あ、で私もやったんですけど、はい、私がやった時はもう食べに来てくれなかったです。なるほど、はい、あ、で、ごめんなさい、ちょっと、うん、マクロもあるよと。そうそうそう、マクロもあるんですよ、はい、オーモンカエルアンコウみたいな。あ、もう今のとか触れなくてよかったんですか、今の写真とか。まあ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 、ちょっとこれが遠藤さんですね。遠藤さんです、はい。遠藤さん、これで一回ちょっと朝サメのシミュレーションだけしてったんですよ。なるほど、食べられそうになったらみたいな。はい、食べられなかったと。食べられなかったですけど、ちょっと怖かったみたいですよ、サメが。はい、あと流れが。はい、なんか今回はサメよりやっぱその流れの方が印象強かったです。あ、まあでもそれも無事帰ってこれれば、ね、まあまあそうですね。でもその流れた時に下まで行くシステムがもうバッチリなんですよ。ああ、そのロープが、ね、はい、先行ロープまでもしっかり張ってあるし、それもちょっと葉山に採用できたらいいんじゃないですか。取り入れたいなっていうような作りにはなってました。はい、はい、取り入れましょう。入れましょうか。できますよね、きっと。そうですね、はい。でも忘れ、早くやないと私忘れちゃいそうですね。じゃあもうやりましょう。はい、なんかそんな感じでいろんな、今回もいろんなことがあった旅ですが、はいはい、一泊でしたっけ、日帰り。あ、日帰りです、日帰りです、はい。
まあ、もしねこんなサメ体験をしたい方がいたらまたぜひリクエストしていただければですね。そうですね、はい、そんなことがあれば、はいはい、また行きますので、はいはい、じゃあちょっと早いですか。ちょっと早いです、はい、まあ、大丈夫です。そんな時があってもいいです。あっても大丈夫、はいはい、じゃあ今回もありがとうございました。ありがとうございました。